西武、立て直し。西武は2試合連続の0-0勝ちでカード勝ち越しを決めた。打線は初回、平沼翔太の2塁打、4番に起用された蛭間拓也のセンター前ヒットなどでワンアウト満塁となり、岸潤一郎のショートゴロの間に1点を奪って先制した。先発の竹内夏樹は序盤から安定した投球を続け、中日打線を封じた。5回は自らがバントを処理した際の悪送球でワンアウト1、2塁のピンチを招いたが、その後を無失点に封じた。前回登板した19日のソフトバンク戦では完封目前の9回に左足がつって降板したが、その影響を感じさせない好投を見せた。竹内は5回3分の2を無失点に封じ、救援陣もリードを守った。西武は28日の中日戦から松井和夫監督が休養し、渡辺久信監督代行が指揮を取っていた。ブランクあってもさすが鍋さんやな。チームが締まってきた感じがある。昼間、岸、滝沢と若い戦力が頑張ってるのがよき。やっぱ、東証っぽい監督がベンチにいると、チームが締まるなぁ。夏尾は、次の試合もスタメンで行ってもらいたい。アブレイユ劇場は怖いけど、なぜ中臨時政権、勝率、6割6分7厘。ほんと、打つ方だけなんだよ。先発は12球団一なんだか。両方、竹内、昼間、ナイス、一つ一つ借金を返していこう。いや、ちょっとこれ乗ってきたんじゃねえと信じたい。今シーズン満塁ホームランないのは、西武ライオンズだけ。それにしても、竹内、君がいなかったらどうなってたんだろうな。連勝は嬉しいが、ここ最近、アブレイユ劇場の開幕頻度が高いのが気がかりだ。エンドランをよく使うようになっただけでも、監督交代効果出てる、それで点取れたし。少しずつだけど良い感じになってきた。去年は交流戦は最悪の状態だったんだよな、交流戦最下位だったし。平沼は何をしてる？こんな大事な時に怪我したら、信用失うぞ。チャンスもらえてるのに非常にもったいない。やはり采配はすごく大事。打順をコロコロ変えないのも良い。前は見てて嫌でした。やはり、いろいろ言われるけど、松井監督休養は正解だと思う。